私もそういうとこあって、あの昔、うん、だからあの先生がハワイでこうやって叩きながらやったのを最初見つけた時に、それを何を叩くの、机叩いてさすっごいビデオが今はもう出てないらしいんだけど、マハロバマハロベンすごい、もうスピーチがね下品そのもの、いやもうまだよく考えしてたしてましたよね、こう叩いたりとか、まあ、これぐらいがまあ日本でもあれ何だったんだっけ、これこれバンバンバンはあれ 何の時になったんだっけな、こうやって池田さんがこうやってバンバンバンは誰かが喋ってるのを聞いてる時だったっけ、あのハワイのですか、これは何でやったの、誰かが喋ってるのになんかこれやってんだよね、こうやってでそのうちにこんなになってね、叩いて何これみたいなのがあって、結構やばいことも言うのがあったんや、ね、なんか言って通訳の人がこれを訳したらダメだよ、財務が預かんなくなるからとか、そう結構あったんや、そういうのが。ニューヨークの今回ね、今回、それ見た、いや、ないよ、もう俺んち DVD である、本当ですか、私それ見た時に学会がこれは違いますと、あのこれは加工されて本当の元の映像はこれですっていうことをなんでやらないのかなと思ったんです、加工されて悪意があって作り変えられてると私は思ったわけですよ、だから学会はそれをちゃんと証明というか先生の身の潔白をですね証明してくれないとこっちとしては やれんですよね、本当だからやっぱりショックなほどの動画だったってことでしょ、やっぱり強烈だったわけですよ、そんなことをね、いや池田がじゃあ何あなたの主張だとロケ行員がコンピューターグラフィックスであれをこう作り上げたんだという、ロケ行員が誰か分かんないですよ、作り上げたんだっていう映像だと、はい、そ思ったわけね、はい、じゃあ本当あんなことやってないと、でも私は知って、なるほど、本当はやってないっていうことを出してほしいと思って、なるほど、学会は、うん、でもそれやらないじゃないですか、で友達に言いました、それこういうの見つけたってどう思うって、だってあれさ学会のあのビデオなんだよ、だから著作権侵害で潰されたの、学会側がでもあれを見たら池田川作とこの人おかしいよねって、いやだから内部資料だったのか、出します、間違って出しちゃったのかもしれない、いやなんでだってあれこっち側のあそれかあれか当時撮った人でもあれ公式のビデオだよね、あの隠し撮りみたいんじゃないよ、公式ですけど、だからそれをなんか加工して、でもちょっとね加工っぽいところもありましたよ、あの加工してない、先生がこうやってこうやったりするじゃないですか、うん、こう勢いこうつって食べてガッてやるときに、うん、この感じはちょっとおかしかった、なんかちょっと加工してるっていうかね、あの時の時代に、うん、あの動画をいじれるっていう技術はないんだよ、私初めて見た、今ならできるけどね、2005年です、私見たもうない、あの時じゃない、あんなアナログのね、うん、ああいうまだ、しかも画質のすごい荒いね、あんなものをいじれるような技術は当時まだないよ、最近だよ、本当にそっくりの動きをさ、あの喋ってるようにやるあの動画ね、 AI 動画っていうか、本当にあれ見分けもつかないんだってね、専門家が見てもそのくらい、そう本人とこうで全く違うこと喋らせてるんです、そうありますね、今ね、うん、もう今はできる、あの当時はね、そこまで AI っていうかあのコンピューター技術も進んでないから、あのまんまなの、ただ画質が悪いのとそういうブレが結構あるから、こういうのがね、それの印象的にそれ見えただけで、あれ全部本物だよ、私それをだからその当時友達やら、うん、親戚おばあ学会の場合とかに言ったんですよ、うん、でもその頃まだまあ、おばあは当然インターネットなんかしてなくて、うん、友達はなんかもう育児が大変でそんなことを見る暇もないけど、でもその子もすごい学会のあれなんで、うん、先生って感じなんで、うん、私もそれを見て、でこれ違うって学会がちゃんと主張してほしいよねってなるのがあったら、もう切れて友達が、それそんな嘘に聞かんとるじゃん、なんでそんなことが気になるのかじゃん、そういうものがある気でしょ、逆に向こうがもう感情的にそれだけ動揺したってことだよ、向こうだ、うん、感情的に切れなくて、いやいや、それね、あの違うって、違います、これはって言うんだったら、違います、これはって言うんだったら、さっき豊田さんがおっしゃったように、根拠、全部根拠がいる、証明できないと、違いますよって言えないんでしょ、できなかったから、結局、著作権侵害で全部潰された、著作権侵害ってことは、向こうが本物持っ
画像が持ってるからその著作、むしろだからこの画像本物でしたよってことを証明したいですね。その代わりネット上では完全消された。で俺も全部上げてたのもある。それみんなやられた。いやあれ姉ちゃんも動揺しとったんよ。でね、まあでもあれはね、もともと出元がね、ちゃんとしたあの DVD だったよね。それをただ俺はネット上に細切りにしてあげただけで、その DVD はあの学会のちゃんとしたビデオ班が撮った画像なんだよ。あの品の企画。そう、で品の企画オリジナルないよ。それのコピーだった。その出回ったのだから、その隠し撮りのような画像じゃないんだよ。ちゃんと三脚を立ててね、こういうふうに撮ってるやつ。ってことは何らかの形でそれが学会の外に出した一部の人間たちに、おそらく共振的な学会員にとってはあれは面白いかもしれないね。先生の生の姿、もうお茶目でみたいな。それで読めなかったんじゃないか、そのこれを悪く取る人という思いはないんじゃないのかっていう。逆にでは、まあ先生の神格化したらこんなことはおかしいと思うけど、先生の凡夫だと思えば、まあ、こういう精神状態のところがあったのかしらぐらいですよ。いや、先生を神格した中でもう許されるんですよ。先生一流のジョーク、さすがだって。だってあの金満湖ですら賛美した連中がいるからね。でも賛美したんですか。賛美っていうか、その素敵じゃないって先生のジョークとして。庶民的で、あのますます親しみ感じちゃう。わーって、婦人部はそう言ったよね。何がいけないの。糸満ウーマンっぽい、ウーマンっぽい、ウーマン金満湖だよ。で、あの時笑いも起きてるもんね、こっち側にも。ドドーンって、あの会場で。あれ笑いが起きてんだよ。ウケたんだよ。あれ、撮ってた人の笑いも入ってるもんね。ブワッて。まあまあ、普通の人だとは聞きますけどね。先生が神格化しちゃった人にとって、あれも一流の情報。あれ親しみやすいよ、あの金箔だって。それ批判的に見てる人ってはやっぱりこういう感じになるけど、神格化何でもそういうもんだよ。だからあの人、あのニューヨークのあのね、こうあのハワイもそうだし、ニューヨークの時もあれもきっとね、学会側のコアの人にとっては貴重な資料だっていう。大幹部たちはそう見たんじゃないの、先生の生のね、あのハワイの。まあ俺たちなんかもう最高のあれだったけどね。ものすごい量だったよね。分かってましたね。やったーと思った。これで総格化潰せるんじゃないかぐらいな。でも、まあ、そうはいかなかったね。そんなことじゃビクとも言うのがないよね。いやまあ傑作だったな、あれは。先生のこと批判出たのかな。いやそれはあとまともだったからそう見えたな。まあね、あんだけ多忙だったら、もうちょっと時差ボケとかで、おかしくなっとったんかねとか思いましたよ。もうよっぽどちょっと神経すり減ってきて、その先生って本当ですよ、もちろんね。だから神経がもうすり減って、もう、わーって、ちょっと普通だったらノイローゼになってしまってもおかしくないような多忙と、もういろんな圧力、悪口書かれるとかいう、ギリギリのところで、まあ悪いものに見えたわけだね。でも俺向こう側の目としても見てたよ。まあ、きっと不人部だったらそう思うだろうなみたいな、逆のね。そのブフみたいな。こうハートマーク先生ブフハートマーク。そういう風に見てる、見えるだろうなって思ってたもん。客観視しますよね、やっぱりいろんな見方を。そうそう、見ててもね。こっちは虫でと思って出すけど、いやこれはフコア。物事見たら見える。コアはコアの連中がこれ見てたって別にビクともしねえだろうなとも思ってる。でもやっぱり本部は慌てたってことだよ。片っ端からそれを著作権侵害でだったってことは、今の話すれば偽造はなかったってことの証明だから著作権侵害。びっくりしましたね。いや、いろんな面でね、あれ。あの時のウィリアムとか、ニューヨークの方も見た。ウィリアム理事長は、あの最終的にはだから、反旗翻すんだからね。池田さんにいびり抜かれて。あ、
あのその話を豊田さんがされてるのは見ました、うん、中であの時はさ、あの時は知られたじゃないですか。あ、見てないんだ。そのビデオは見てないんですけど、ユニアル理事長がね、やっぱりあの秋は同じですよ。こっちに座らされててパイプで池田さんがなんかやりたい放題までやってて、それでなんかいじられてんだよね、みんなの前で。それをこうはって、あ、クリントンとの対談を実現できなかったからですよ。それでむしゃくしゃ、そうでした。この話を豊田さんがされてるのみたいな、それを直接は言わないんだけど、なんかすげえいじってるんですよとかさ。それその時だよ、ニューヨークのね、皆さん方は今回、あ、そうか、ニューヨークの人はね、清潔好きです、ニューヨークシーン。それとあと何とかの人たちが大阪 の交流を大事にしてくれましたっていう風に、あのお説を言っときますと、あ、ここのとこ訳さないでね、あ、お説を言っときます、その方が交付基金が取れるから、あ、ここ最後のとこ訳さないでね。で、あの時の美人が翻訳してるじゃん、はいはい、あれのが麻薬で捕まったでしょ。あ、なんかそれも聞きました、うん、あれがサザン の誰、ギタリストかなんかの女房からあって、で、確か両方捕まったんじゃない、麻薬で。サザンだよ、なんかそう関係、サザンと関係してるんだよ、あれ。サザンの誰かと。あ、なんかちらっとそういうのうっすら覚えてます、ね、で、確か麻薬はあれですよ、あの美人通訳とかね。何が面白かったかな、そこまたら、あれただ叩いてるだけか、ただ気が狂ったみたいな、こんなのバン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 とかさ、だからそれとかしたかい、ペンってやってる、最悪っていうか、なんかかわいそう、どうしたんすかみたいな。いやいや、おかしいもん、立ってみるから何があったみたいな。あの、私、あの、大根の電気がやるっていうぐらい下手な、たまに、じゃあ今日は俺が指揮を取ってやるみたいな、こう、どう思うです。あー、じゃあなんか、それ何年の頃、何年なんですか、ずっと、よく、まあ、同胞だから、平成、あ、昭和60年代だよね、同胞始まったの。です、でも12、3年ぐらい前から。あー、じゃあだいぶ、もう行かれた方ですね。もう行かれてる、行かれてきた方で、何、自分が指揮勝手に代わりにやるって、今日はなんか、あの、僕が指揮を取る、学会館の指揮はよく取られてました。で、それが何、それ見て嫌だったって、うん、なんか気持ち悪い、あ、気持ち悪い、なんかこんなもんやるんですよ。俺はね、気持ち悪いと思ったことないよ、私。だからさ、すごいとか一睡試験、一睡試験、そういうことなんですよ、あのね、見る人が見たら、あの人の言動を見てね、人格者と見る人はいないよ、うん、世間の人格者をみんなそう見てる。いや、そう思いますよ、あの言ってることとか。で、その辺の男子部に、あ、こうやって指さして、うん、あの、なんか指導っぽいことを言って、その人はもっと気をつけして、うん、みたいなので、まあ、軍隊か、ここはみたいな、本当にあの、まず北朝鮮じゃないけど、もう客観的に私、北朝鮮と一緒だな、ここもと思いながら見てたの。そう思いながら行く自分も嫌だし、そのかといって、じゃあこのご本尊を信じてないかって言ったら、私はご本尊は信じてる、うん、なのに、こんなのを見て、あの、自分がどん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 こう疑ってしまう、うん、学会がどんどん嫌になっていくから、じゃあ行かん方がいいわと思って、うん、あの、座談会も、その、どうも行かなくなったんですよ。うん。